続いてはエマニュエル運河路50年の歴史をひも解く一夜限りの回顧展の話題。職人技を駆使したエレガントな作品で一世を風靡したクチュールメゾンエマニュエル運河路。その伝統を今に受け継ぐのがイタリアの奇才クリエイティブディレクターのファウスト・プリージだ。会場には5000にも及ぶアーカイブの中から2015年秋冬シーズンのインスピレーションとなったポルカドットやプリーツを中心にした作品とファウストによる最新作が一堂に並んだ。そこからは運河路が得意としたクチュールテクニックと過去のディテールを巧みに取り入れつつファウストのテイストを効かせたスタイルに進化させていることがうかがえる。